キャリーバッグが私の頭に落ちてくるよ、これ。ハイサイ、この夏新たな挑戦を求めて沖縄の田舎へ夫婦で移住しました。築60年の米兵向け古民家で始まる新たな沖縄ライフ、リノベに DIY、 離島への冒険など、大自然と共に生きる夫婦の物語をビデオブログで記録していきたいと思います。それでは本日も僕たちの人生にお付き合いください。ついにやんの？だってもう1ヶ月だよ、引っ越してきて。そうか、うん、マジか。大丈夫、私がついてる。じゃあ開けようか。はい、はあ、汚ねえなおい。いや汚ねえだろこれ、誰がどう見ても。我が家の魔境な。魔境だね。どうしようかなこれ。これさ、うん、全部いるもんなの？なんかパッと見た感じいらなそうなもの結構あるんだけどさ。生きてよ。生きて、息してまず。そうね、どうなんだろうね実際のとこ。半分以上いらない気もしなくもない。マジで、うん、じゃあまずはさ、あれだよ、いるものいらないもの分けないとさ、どうしていいか分かんないよ。まあそうだね、いるものといらないものと、他の部屋に動かしたいものを振り分けようぜ。はあ、そうだよな。やろっか。部屋一生使えないよ。これさ、はい、広背筋を鍛えるために買った、なんていうの、機材なのよ、トレーニング機材。あ、なんか、懸垂棒、ぶら下がりのやつ。そうそう、まずこれから開けようか。なんで？開けないで。そんな、今、ぐちゃぐちゃなのに広げたら余計ぐちゃぐちゃになるよ。でもここトレーニングルームにしたいからさ、一回トレーニングルームの形作ってからさ。いや形作ったらこっち片付けらんなくなっちゃうって。片付けないとこれを広げるスペースないでしょ。だからまずはいらないものを捨てよう。頑張るか。頑張りましょう。で最終的に色物用の、棚を買ってきて、はい、まあ、中古でいい感じのアンティークっぽいの買ってきて。そうだね、色塗って DIY したりして、うん、でその中にぶち込んで、そうで、あとはやっとその時これ開けれるのか。そうそうそう、そういうことね。そういうこと、はいはいはい、あ、理解した。これを、そして立ち上げて綺麗なトレーニングルームを作ると。そういうことです。よし、どう、ワクワクしてきたでしょ。3日あればできるかな。頑張ろう。頑張るか。ワクワクしてきた。よし、うわ、すっごい雑草の花がある。ふーんじゃないよ、何やってんだよ。え、何遊んでるんですか。双眼鏡見つけた。双眼鏡でそんなにキラキラ少年のようになれる33歳、すごいよ。これさ、はい、買ってから一回も使ったことないんだけど、すごいね。それいらないんじゃない、要するに。いる、いる、楽しい。そう、双眼鏡楽しい。うわー、すごいわ。はい、片付けやるよ。歯の葉脈が見える。分かったよ、もう。大暴れ、大暴れ、大暴れです。っていう、まあこれ、ロクがお気に入りだからどうしても捨てれないんだよね。ずいぶん片付いたんじゃなくって？広いね。全然広いよ。やればできたわ。すごいじゃん。ありがとう。なんか腹立つな今のファサーが。いや、そうしたらあれだね、ちょっと収納家具を探しに行かんとかね。そうだね。とりあえず俺さ、今から髪切りに行かないといけないから。あ、そうやった。一回髪切ってくるわ。じゃあ明日かな、家具屋さん行くのは。そうだね、うん、続きっていうことで、今日はとりあえず片付けが終了したよってことで。はい、お疲れ様でした。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。はーい。じゃあ気をつけるから、ロクはダメよ。気をつけて。おはよう。おはよう。外の植え込みのお花が
なんか垂れ下がってるわ風に負けたかね。結構あれだよね、もともと家具いっぱいあるからそれに合わせるってなると選ぶの難しいね。まあそうだね、うん、なんかいい感じ の中古とかアンティークのやつ買ってそれをこう色塗ったりして DIY したい。ああ、いいね。ロック、お座り。それ伏せだけどな。ちゃんまん？ご飯食べてから出たいんだけどさ、うん、どっちがいい？何？なんかカレー缶。何と何それ？レッドカレーとグリーンカレー。まあそれグリーンカレーだからね。水ほら、えいっす。なんか似合ってるね。本当？デニム珍しいけど。でもなんか最近太ったからさ、うん、お尻パンパンだだって嫌だよ、見せないよ。してごらん。なんでよ、恥ずかしい。なんかいいんでよ。はい、行きますよ。行こうか。ちょっとここら辺が今、はい、昨日あっちの開かずの間から出したものが大量に散乱してるからこれらをしまえるようなな収納をちょっとそうだね、探しに行こうということで。はい、うん、これはそれは違うんだよ、今後から着ようと思ってた。3日前からあるけど。そう、3日前から後から着ようってずっと思い続けて温めてるこの気持ち。素直に謝れ。ごめんなさい。はい、はい、これうちの車灼熱じゃないのこれ。やばそうだな。やだな。着いたね。着いたね。さあ、いいのあるんでしょうか。いいね、悪すぎんだけどな。こっちはね、中古の家具屋さんやな。そうそう。ねえねえ、これ、大輔さんの部屋に良くない？これ結構いいね。あ、ちゃんとレールもついてるから使い勝手も良さそう。うん、このレトロ見せかけ、割と新しめだと思う。はいはいはい。あ、これいいね。これで、ね、いくら？編集して、あとね、1万円。俺の編集デスクにいいかな。1万円か、うん、ここ面白いシステムなんだよね。そう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 、なんか売れ残るたびにこう値段が安くなっていくっていう。これめっちゃかっこいい。これかっこいいね。なんかモンゴルみたいな、知らんけど。なんなんだろうこれ。モンゴルって何なのか知らんけど。すごいいいね。でも、うわガチ古いやつやん、これ。木って感じやもん。でもさ、あの英国町…ねえねえねえ、ちょっと待って。ちょっと壊した？これ壊してもいい？ちょっと、頼むわ。ああよかった。もう古い家具ってハラハラするわ。案外さ、なんていうの、英国調じゃん、大輔さんの部屋って。ああ、そうだね。壁紙とかさ、そこにドーンとこういうの組み合わせてかっこよくなるパターンもあるにはあるよね。あるね。全然かっこいいなと思う。違う、いや違うよ、値段よ。いや、レイジェスさ、これわお。8月15まで待って60%オフならんとこんなの買えないよ。ちょっと、なかなかですね。これいいじゃん。これ、あ、ほんとだ、いいね。すごいいい感じ。あー、ダメだかダメだか。我が家には合いそう、この感じ。そのままこの色で使っても全然問題なさそうだね、これなら。しっくりだね、これ。ねえ、いいじゃん、これいいじゃん。え、これ買おうか。これ2万円。 いい収穫だ。あ、2万円だったら全然ゴーサインです。 OK です。これしよう。 OK です。いいね、いいね。2万円、うん、ピンときたね。買いです。イエーイ。待てよ、ちょっと8月15日まで待てば8000円だと。絶対売れちゃう、これは。そうか、絶対売れちゃうと思う。どう？際どいところにいるね。際どい？うまいことやらないと結構紙一重だと思うわ。だいぶ昭和を感じる感じはあるね。そうなの。色塗り替えとかしたら結構良くなるんじゃない？そうだね。
いやしかもこれあれだよね、剥がさないといけないやつだね一旦。あ、そうそう、全部ヤスリ掛けしないと多分これ濡れない。結構手間ではあるぞ。もうちょっとベストありそうだけどね。コンセントついてるよちゃんと。これソファー800円、500円。安っ安っ。皆さんソファーが500円で買えますよ。これすごいね、なんか王様の椅子って感じやな。ねえ、なんかミャンマー国王の椅子みたいなさ。あ、ミャンマー感わかるよ。どう、最高に座り心地悪い。悪いんだ。あっちこっち肩こりそう。こちらはですね、処分品というかね、そう、家具の墓場って俺は呼んでるんだけど。なんてことこんな感じでね。そうそう、もう残りに残ったやつが、うん、こっからさらになんだっけ 90% オフとか。そうだね、そんな値段で売ってるあれとか案外。ああ、あれ、え、結構良くないこれ。さっき買ったやつよりなんか、あ、そんなこともないか、うん、あ、でもこれはこれでかっこいいじゃん、めっちゃ。これでだな、うん、あ、いいじゃん。え、これいくら。12,000円。でも木もろもろだぜ。あら、なんかやっぱこういうところとか見るともう、ほら、あー、湿気とかでやられてるのかな。もろもろ、うん、もろもろしてる。むずいなこれやってるの周りから見たら変態だよ、ただの。人がいないからやってんだよ。おお、こんな鳥かごみたいなやつも。うちの庭にはちょうどいいんじゃない、あの雑草まみれのしょうもない庭。これいいぞ。あ、なんかいい、なんかここで優雅に朝ごはんとか食べたい感じ。確かに日も遮られるしさ、ここから海見ながら朝食とか最高じゃない。わ、いつかそんな人生したいわ。でも最後まで待てば8万まで下がるよこれ。高いわそれでも。ダメか、8万は高いわ。まず雑草どうにかしよう。え、無添加コーラって、ちょっと気になるな。大人の飲み物ってよ。あー、俺大人だ。これ行こう、買っていこう。よし、ちょっと休憩。あ、美味しいガバのやつがある。ガバ、あー、これ美味しいやつ。あー、ふざけてる。あー、ちょっとぬか喜び。これ買ってく？さっきのさ、チェストの上乗せたら可愛いんじゃない。ああ、いくらこれ。2,000円。あ、買いましょう。買いましょう。2匹持っていきましょう。はい。最終的に、さっき見たチェスト買ったね。うん、いいもの買えたんじゃないですかね。明日また取りに来る感じだよね。そう、軽トラ借りんといかんからな。そうね。一旦撤収で。撤収。ちゃま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 、今日の晩ご飯はラムチャック、うん、買ってきちゃったよ、プレミアムコーラ。どんな、なんだ、中身がシナモン、バニラビーンズ、クローブ、クローブ、カルダモン、ナツメグってさ、うん、こんな感じかな。キンキンでいいね、今日みたいな暑い日には。おう、どう、すっごい大人の味。リピートはするかも。おお、うん、4ヶ月に1回ぐらい。なるほどね、時々飲みたくなるみたいな、うん、そんな感じ。かな、これさ、うん、クローゼットルームによくない？あ、いいかも。ちょっと鏡邪魔だけど。鏡はそうだね、窓塞いじゃうからな。なんかこのノブの部分をさ、 DIY で可愛い陶器のやつに変えたりとかして、うんうん、で物も色塗って色変えたらいいんじゃないかな、うん、よし、これも嗅いでいきましょう。ということでね、うん、私が責任持って運転いたしましょう。え、軽トラ運転すんの。
わーお、いいじゃん、サトウキビ畑バッグに軽トラ。ほんまや。あ、なんかいいね。GoPro 持った？ GoPro ね、持ってる。よし。あ、なんかいいじゃん、タンクトップで軽トラ。軽トラ借りて持って帰った時の軽トラなんだよ最後が。はいはい。天ぷら買ってこようね。あ、オッケー。はーい。はーい。何の天ぷら買ってきたの？イカと魚と野菜。熱っ。じゃあもう一個もっと重いのがあるぞ。お疲れ。滝のように汗かいたね。汗がさ、目に入ってさ、涙も止まらん。やばいね。ということで運び終えたね。やっぱ重いね、アンティークの家具って。アンティークだね、重い。まあちょっと体の節々も痛いことだし、ここまでに3日かかってるから、多分尺的にももうパンパンだと思うんだよね。そうだね。だからちょっと次回に持ち越しっていうことにしようかね。あ、設置編。うん、そうしよう。うん、まあ、ここ入るかどうかも分かんねえから、ここからっていうことで。はい、はい、じゃあちょっと次回で、部屋完全に完成するので楽しみにしててください。はい、ということでじゃあ今回はここまでで、バイバーイ。はい、いいんじゃないかな。これこのまま、こいつがこのまま邪魔。これ眺めながら揉もうや。